さあここからはチャレンジオーディション、アシスタントは染ちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーは全国のミュージシャンの皆さんから応募いただいた楽曲を音楽プロデューサー松隈健太さんのコメントとともに毎週3曲ずつ紹介していくコーナーです。紹介した楽曲は放送終了直後から3日間番組 YouTube、Instagram、Twitter にて公開し、各 SNS のいいね数の合計が多かったアーティストをバトルの勝者としていくコーナーです。はい、まずは先週の結果お知らせしますね、はい。1回戦バトルシンガーズ勝者はマダムクローバーでした。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、先週までの勝者の楽曲を聴いてみましょう。さあ盛り上がってまいりましたね。はい、それでは お待ちかね、今週のバトルいきたいと思います。はい、今週はバトルクリエイターズです。うん、こちらは全国の作曲家を目指す方々のデモソングを紹介いたします。作家さんのデモなのでシンセメロディーや初音ミクなども OK。 プロの作曲家でもある松隈さんの愛のあるダメ出しなどビシバシとコメントをお願いします。はい、お願いします。はい、それではまず1曲目、室羊さんです。北海道出身、生まれつき脳性麻痺で楽器演奏が難しいトラックメーカー。高校の時にキューベースを買いいじり始めましたが、どこから始めていいかわからず、大学時代にスリープフリークスのレッスンを受けていました。現在はスクランブルズミュージックカレッジでレッスンを受けています。人に曲を聴いてもらう機会だと思い応募させていただきました。うん、ということです。うん、はい、じゃあ曲を聴いてみましょうか、まずね。はい、そうですね。それでは無資格羊さんでロンリーパーティー。彼はね、僕も前から知ってるんですが、うん、なんか全然音楽と関係ない話していい？はい。染ちゃんがさっき、はい、室羊ですって言ったの。はい。でもそれでは聞いてください、無資格羊でって言ったんよ、染ちゃんが。はい、あのね、アーティスト表記がカタカナの無で次四角なんよね。そうですね、多分記号の四角なんですかね。記号の四角で羊で、うん、室羊っていう説と、はい、無資格羊という説があって。そうですね、俺何回もどっちかで呼ぶと反対に訂正されていて、はい、未だにどっちが正解かわからんくて私も今混乱しています。混乱したやろ。ソメがもうすでに自分で両方言っちゃったもん。で俺もどっちやったやろってもう分かんなくなってきたので、まあ短い方で室羊と呼ぶんやけど。そうですね。っていうと無資格ですって言われたような気がするんだよ。うん、で無資格って呼ぶと室ですって言われたことがあって、もう混乱してます僕はね。はい、ちゃんと応募するプロフィールのとこにひらがなの読み仮名も書いておくべし。はい、ね、これ他のアーティストさんも結構多いから ね、うん、ラジオに応募するときに。そうですね、ちょっと読み方がわからないときが、そう一番困るんよ。あますね、あそうで、まあまあそんな室くんなんですけど、はい、うん、曲がねむちゃくちゃ良くなった。うん、うん、でこれなんやろ、機械が歌ってんのか人間なのかな。いや人間っぽくないですか。人間っぽいよね。はい、人間で、でもまあちょっとキーを変えてるんですかね。多分ご本人、本人かな、なのかな、分からんけど。この気だるくていいよね、うん、歌い方が。うん、うん、でサビもねなんかちょっとメロディーが不思議で、かつ斬新で、うん、とはいえなんか懐かしい感じがして、うん、絶妙なラインでね、もうメロディーがすごくプロっぽくなったなと思って、かなりレベルが
高くなって、うん、以前の、ね、イメージよりグッと、いい曲だなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。さあ続いて2曲目です。デスペラードさんです、うん、8回戦バトルクリエイターズで応募してくれてましたね、うん、アル中からね。はい、アル中からの、はいはい、覚えてますよ、はい。そこで私たちが気になっていた干支の歌シリーズの曲を今回応募してくれましたなんか言おったんやったっけ、はい、ではプロフィールご紹介しますね酒好き、元バンドマン、酒好き、2年前痛風になりました。うわー、なっちまった、なっちまった。じゃあ若そうですけどね。ねえ、干支の歌シリーズなどの作曲をしています。若くしてなる人もいるんですよ。まあ、そうですよね。あ、この間俺もあったもん。あ、若くしてなってしまった方に、はいはいはい、会いました。あの人も言ってました。もう足をちぎりたくなるほど痛いと。怖い怖いです。はい、はい、飲みすぎ注意です。そうです。干支の歌シリーズなどの作曲をしています。また実体験からリアルな心の叫びを曲にしたりもします。干支の歌シリーズは自分の中で〇〇年なんです、12年に一度のチャンスというフレーズを歌詞に入れる、曲のキーを毎年1ずつ上げていく、おお、これすごいですね、というルールを決めた上で、今まで作ったことのない曲調にも積極的にチャレンジし、十二支それぞれの曲で違った個性が出せれば心がけて作曲しているシリーズですということで、まあ、今年は卯年なんですけれども、その曲は多分まだ作られていないそうなので、うん、今回は鳥、犬、イノシシ、ネズミ、牛の5曲ができており、その中から寝年なんですという曲を応募させていただきます、うん、ということです。これじゃあ12年かかるってこと、シリーズが完結するのに。どうなんでしょうね、それは多分。でもその毎年って書いてるよ。毎年か、そっか、うん、12年かかっちゃいますね。12年かかるわけよこれで。5曲ができとるから5年やっとるんよ彼は。で全部違うキーで作ったら12個、うん、キーって12種類あるんよ。だから、そうですね、だから全部コンプリートできるっていう、ね、いやそこもすごいよな、うん、それをテーマにね、うん、やってるってことだよね。キーを12個作るっていうのはなんかすごい、うん、すごいなと思います。でもこれ間違えちゃいかんのは、1ずつ上げるからといって歌メロが上がっていくわけじゃないので、楽器のキーが違うだけでメロディーは上がっていくという意味ではない。あ、そっか、そうですね、うん、だから高くなっていくっていう意味ではありません。はい、はい、じゃあちょっと早速ね聞いてみたい。ネズミ年、はい、ネズミ年の歌ですね、はい、聞いてみましょう。はい、それではデスペラードでネズミ年なんです。ねねねねずみねずみどしなんです、きっと君の使っているその名はマウス。チュ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 。デスペラードはね、うん、ものすごくくだらない歌詞なんですけど、はい、腹立つぐらいメロディーがいいんですよもうなんか歌いたくなってしまう、うん、チュ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 、いいですね、そこのフレーズもなんかね、マウスの CM で使えそうですよね、うん、確かに。なんかこうなると全曲聴きたくなってきますね。気になりますね。イノシシ年の歌とか、そうですね、ちょっとずつ送ってほしいね、はい、うん、いやなんかねメロディーがいい、いや、うん、本当にね僕なんかもそうなんやけど、わざとこう、うんうん、ちょっとアホっぽい仮歌の歌詞を入れとくと、うん、メロディーの良さが分かりやすいというか、うん、歌詞がいい感じで作りすぎると
メロディー大したことないのに、うん、いい歌に聞こえちゃうんですよ、うん、だからあえて絶対言わないだろうみたいな歌詞で仮歌作ることが多いんやけど、うん、まあ彼はもうその原理でいくと、うん、すごくメロディーが生きてメロディーにこだわってるんだなっていうのはすごいわかりますね、うん、歌詞もふざけててメロディーもふざけとったらなんか全然ダメや、うんうん、だからかなり自らをこう足かせをつけて曲を作るみたいなイメージ、うんまあ、彼の場合はこれで完成なんやろうけど、うん、歌詞を書き換えていい歌詞になればさらに良くなると、うん、あなるほどね素晴らしいです。はいありがとうございます。はい、さあそれでは3曲目腹切りボーイさんです。お普段ギターベースを趣味で弾いており、1年ほど前に松隈さんの著書を読んだことがきっかけで挫折していた DTM を再開しました。あ、松隈健太流ロック DTM 入門、はい、はいはいはい、これね、はいはい、YouTube の方にね、はいはい、ちょうどいただきましたけど本をね発売しているんですけれども、はい、挫折していた DTM を再開しました、うん、自分でも曲を作ってみたいと思い、ここに投稿することを目標に1曲仕上げました。聴いていただけましたら幸いですということです。すごいね嬉しいね、うん、じゃあちょっと聴かせてもらいましょう、はい、要するに僕の本を読んで、うん曲を作ってみたってことね。そうですね。あ素晴らしい。さあそれでは聞いてみましょう。腹切りボーイで宴。はい、はい、腹切りボーイ、うん、あーなんか嬉しいね。今僕も自分の本を見ながらね聞いてたんですけど、はい、あこんなこと言ってたのか自分でなんか ね読み自分で懐かしいですよね。もうねそれ作ってた頃が頑張って書きましたからね、うん、なんか恥ずかしいですねありがとうございます、はい、本当にまあ挫折していて、うん1年後に再会してくれたということで ね、 そうですね、すごい腹切りボーイさん宴ということなんですけど、うん、まあ、専門的な話をするとメロディーの語尾とかが一番重要になってくる、うん、メロディーっていうのは、まあ、当たり前ですけど入り口があって出口があるよね、うん A メロの入り口 A メロの出口 B メロの入り口 B メロの出口、うん、サビの入り口サビの出口っていうのがあって、なんか料理と似ていてなんか頭が大事なような気がするんやけど、うん、もちろん頭も大事よ、うん、やけど出口がすごく大事じゃん。なんでかっていうとどんなに美味しい料理屋さんも、まあ、いまいちな料理屋さんも終わりにほっと一息お茶を出してくれるとか、うん、あったかいお茶とか、とにかく最後が収まり良ければ全てよし感っていうのはあるくない、うんそうですね、最初がどんだけ衝撃的でも、うん、いきなりトムヤンくん出てきても、うん、とかなるけど、うん、最後にトムヤンくん出てきて終わったらどう？嫌やない？そうですね。水もないお茶もない、うん、最後はトムヤンくんです締めが締めがってびっくりするやろ。そうですね。でも最初は何でもいいんだけど、うん、終わりはやっぱり
お茶だったり、うん、それと一緒でメロディーの最後に斬新な音程入れない方がいいと思うんですよ、うん、で今の曲の一番最後とかにゃん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 ちょっとなんか収まり悪いっていうか、うん、でねねちゃーんって終われば気持ちいいのに、うんうんうん、びっくりさせて終わっちゃう、うん、だから全部メロディーの語尾がそういう感じでちょっと中途半端な音というか怪しげな音で終わる癖が、うん、曲全体にあったので、うん、ここ恐れず気持ちは分かるんですよ、なんかベタかなみたいな、うん、でも終わりは丁寧にしっかりと、うんうん、作曲もそうライブもそうですよ、うん、どんなぐちゃぐちゃぐちゃって騒ごうと最後のコードは気持ちいいコードでじゃーんじゃけてん、どうもありがとうございました、腹切り堀でした、また会いましょうって言って終わったら気持ちいいじゃん、うん、ライブって。なのにいきなりマイク叩きつけて帰る人とかいるんですよ、うん、アマチュアなのに、はい、そういう、 こう終わりが気持ち悪い状態っていうのはね、うん、あまり良くないね、うん、はい、まあ、ちょっとあの厳しい意見ですけども参考にしてみてください、はい、さあということで3曲聞いていきましたが松隈さんいかがだったでしょうか。はい、ね、やっぱクリエイターなので、うん、細かい耳で聞きました、うんうん、まあ、結構いろんな、思うことあるんですが、特に最初の2組はとはいえレベルが高いなというので感心しましたし、ハルキリボーイ君もね、あの1年挫折してた割には、うん、多分最近でしょ、そうですね、ね、やりだして、うん、かなりクオリティ高いなと思いましたので、うんうん、すごい楽しいですねクリエイターズはね、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ということでこちらの YouTube の元となっているクロス FM バッドニーレディオ放送終了後22時から日曜日の22時までチャレンジオーディション公式の YouTube、Instagram、Twitter にて3曲を公開します。各 SNS のいいね数の合計が多かったアーティストを今週のバトル勝者としますので、気に入ったアーティストの楽曲にいいねで投票していただき、さらに拡散の方もよろしくお願いします。そして楽曲の方もまだまだ募集中です。詳しくは概要欄から応募ください。以上チャレンジオーディション555でした。チャレンジオーディションギャーギャーギャー新シーズン、あなたの楽曲をラジオと SNS で大量オンエア、まずは無料エントリー、4つのカテゴリーで競い合い名を上げろ、バチョーバンドマン、バチョーワイド、バチョーシンガーズ、バチョークリエイターズ、毎週応募の中から選ばれた3組のアーティストの楽曲をラジオでオンエア、 SNS 審査を勝ち抜いて頂点を目指そう。応募するだけでバズる可能性あり、一流プロデューサーに聞いてもらえてアドバイスももらえる、ラジオにも流れるので一般の人にも広がる。さあ君も新たなチャレンジへ Go Go Go!